2016年日ハム優勝メンバー、無事全滅してしまう。7年前の日ハムファンに優勝メンバーの選手大半いなくなるよって言ったら全員泡吹いて倒れそうやな。加藤と中島しか残ってないやん。なんで打者このメンツの中で中島だけが残ってるんだ。これ加藤次第で中島以外いなくなるのでは。そら7年も経てば主力の大半はいなくなるよ。7年経ったらそりゃいなくなるよって言われそうだけど西川、近藤、中田あたりはなんで？って言いそう。有原が一番理解できないだろうな。対談組の中でもメジャー行った大谷と引退した田中健の2人以外は全員 NPB の他球団に行ってるっていうのが派手にヤバい。日ハムの衰退ぶりがエグいな。監督は新庄だよ、が一番信じてもらえないと思うが。ここにアメリカと互角だった時の菅野がいたかもしれない事実。もしそうだったらプロ野球史上最強チームだったと思う。憎らしいほど強かったなこの頃のハム。若手も多くて未来しかないチームだった。どうしてこうなった？こんなん優勝するに決まってるだろ。ホーム変わったから良くなるでしょ多分。札幌はチケット以外収益なかったからな。7番レアードが本塁だおう。当時から思ってたけど、39ホーマーのレアードを7番に置けてたの贅沢すぎて好き。大谷、この時からすでに化け物だわ。改めて翔平の投打の成績ヤバすぎて草。ほんとアンタッチャブルレコードだわこれ。7年前ならそんなもんでは。7年後もスタメン大半変わらんチームの方が少ないやろ。7年経てば入れ替わるという意見もあるが、それでも他チームと比べたら7年でレギュラークラスがこれだけ入れ替わるっつうのは、他チームではないかな。いい打線だしいいローテだなマジ。優勝するよなそや。みんな現役なのにほぼいない。なんやこれ。こんなので泡吹いてるのはハムファンとしての修養が足りない。7年前からの日ハムファンは今絶望だろ。7年前に優勝した時はまだみんな若くて全盛期が10年くらい続くと思ってたんじゃない？